こんばんは、日常演舞です。本日はこちらヴィナフェインプロテインバー2種類、森永プロテインバー2種類を食べていきたいと思います。ちゃんと覚えとけよって話です。毎回毎回なんでこれをやる。今回はウェファーバニラとウェファー抹茶どちらもプロテインだとなかなか珍しい味、いやバニラはそうでもないか、食べていきたいと思います。ではまずキッサンダードの味が予想されるバニラです。今回は顔を見せていただきましょう。ウェハース状になっているね。ウェハースからプロテインってあんまり聞いたことないんですけど、取れるのかな。まあ食べてみればわかりますかな。ではいただきます。サクサクという心地よい音は聞こえてくるのですが、一方でちょっとな部分もありますね。だからこれはなんて言ったらいいのかな。まあ、美味しくはあるんですけど、一方で少し問題もあるのかなって思う部分もあります。さてさてさて、抹茶味はどう？まあこちらも美味しくはあります。ただですよ、サクサク食べられるのはいいんですが、少し丸々な気もして、そこはどうしても引っかかるんですよね。なんて言ったらいいのか。で、まあ何が引っかかってるの。ではこの後すぐ。ごちそうさまでした。最初に食べたバニラも、後に食べたウェハーマッチも、どちらもウェハースのサクサクとした食感が何層にもなっていて、口の中で何度も何度も楽しめて美味しかったですが、若干しくもあったかな。それを美味しいと取るか、しつこいと取るかは、正直言って好み、個人の好みかなと思います。で、バニラクリームは結構さっぱりとした味わいになっていて、その中でスッと溶けてみます。甘さはあまりなかったですね。一方、抹茶は結構抹茶のコクと甘みが強くブワッと広がってきて美味しかったです。なので今日は、抹茶を代表として、サクッと美味しいのはいいんですけど、もうちょっと、控えめでも良かったかなと思う部分があったので4点とさせていただきますね。それでは林間学校7日間待てや幽霊と、いやいや怖すぎる怖すぎる怖すぎるというわけで、本日は森永がウェファープロテインバーを食べ比べてみた動画でしたが、あなたはプロテイン取りたいと思いましたか？もし取りたいと思って くださったのであれば、チャンネル登録をしていただけると、コメント高評価をしていただけると、そして食べていただけるととても嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。演舞終演。